皆さんこんにちは。法徳学院学習ブログのトシです。中学校の地理、今回は地図の縮尺と実際の距離について説明していきます。このように地図が書いてあると、その上とか下にこんなふうに2万5000分の1とか1万分の1、5万分の1のように書いてある部分があると思います。これを縮尺と言います。縮尺というのは地図で元の長さを縮めた割合、比率を表しています。ね、では地図で1センチのもの、実際の距離はどのくらいかというのを、まず3つ代表的なものを示していきますね。括弧1では2万5000分の1の地図では、地図の1センチはこれ250メートルです。括弧に1万分の1の地図、これでは1センチは実際は100メートルになります。また括弧3、5万分の1の地図では、地図上の1センチ、これは500メートルになります。これは暗記しなくても大丈夫です。覚え方を後で説明しますね。ではこうなる理由、2万5000分の1、この地図を例に説明します。実際の長さを2万5000で割った、そうしたら1センチになりましたというのが2万5000分の1の地図の、地図上の1センチの意味です、ね、2万5000で割って1センチになった長さですから、実際はこの1センチを、1センチメートルを2万5000倍すれば元の長さに戻るわけですね。1センチかける2万5000ですから2万5000センチメートル、こうなります。これをメートルに直すと、1メートルは100センチですから100で割ればいいんですね。そうすると、2万5000センチメートルは250メートルと、こうなるということです。こちら1万分の1、5万分の1の地図でも同じように考えます。これね、理由が分かったところで簡単な覚え方紹介しますね。これ2万5000分の1だったら2万5000、1万分の1だったら1万、ね、5万分の1だったら5万と書いて、この0を2つ消すと、地図上の1センチメートルが実際何メートルなのかが分かります。ね、ここで2万5000分の1の地図、250メートル、実際は0を2つ消したら、ね、250になりますね。250メートルです。同じように1万分の1の縮尺の地図で、1万の0を2つ消すと100ですよね。地図上の1センチは100メートル、5万分の1の地図、ね、0を2つ消すと500になります。地図上の1センチが500メートルと、ね、こういう覚え方をしておくと、簡単ですね。ではテストで出る形、ね、2万5000分の1の地図で3センチは実際何メートルでしょうかという時、2万5000分の1の2万5000を書いて0を2つ消すと250が残りますよね。ですから地図上の1センチが250メートル、地図で3センチですから250×3 をするとこれ750ですね。つまり地図上3センチ、これは750メートルと、こうなります。質問が何キロメートルですかとあったら、この750メートルをキロメートルに直して0.75キロメートルと、こうすればいいわけですね。同じように5万分の1の地図で5センチは実際何メートルでしょう
とか何キロメートルでしょうという質問があった場合、この5万分の1の5万を書いて0を2つ消します。そうすると500になりますよね。つまり地図の1センチは500メートルですね。で地図上で5センチですから、500×5 をすると2500ですから、地図で5センチは2500メートルとこうなります。でもし何キロメートルですかとあれば、2500メートルをキロメートルに直して 2.5 キロメートルと、このように答えればいいわけです。今回は中学校の地理、地図の縮尺と、実際の距離、ね、実際の長さについて説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。